脇本ですが、踏み上げていくのかどうか。4番手、車間を切っていく3番、朝倉智人。2番の片岡雄志が先頭で打者を迎えます。さあ、彼を切りて4番手から先に3番、朝倉が発進。2番の片岡が引いて中断。1番の脇本は後方7番と追走で4コーナーから直線コースへ向きました。まあ一旦流してもう一度ペースアップ。3番朝倉智人主導権。この前役に5番の釘原つけて8番尾崎が3番手。7番手からまくっていった1番脇本裕太。現在まくって5番手から4番手伺っていきますが、4番手からは2番の片岡雄志も踏んでいます。それでマウトコースを1番の脇本裕太がまくり切りそうだ。しかしこの前役7番村上を離れて、追ったのが2番の片岡直線コース。まくって1番脇本裕太が先頭。あと2着争いですが、9番池田が突っ込んだか、2番の片岡か。